なんと坂上忍が自分の過去の発言について弁明したみたい。坂上忍の有名な過去の発言というと、そう、ブスは嫌いなんだよね。坂上忍が自身の過去の女性蔑視発言、ブスは嫌いについてどのように弁明したのか、ちょっと報道内容を見てみるね。18日放送のバイキングモアで、MC の坂上忍が過去の女性蔑視発言について弁明する場面があった。この日、番組で取り上げていたのは、東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式の演出の総合統括を務めるクリエイティブディレクター、佐々木宏氏に関する問題。この問題について坂上は、佐々木氏が演出プランとして挙げていたオリンピックについて触れ、本当にやるとは到底思えはしないんですけどね、とコメント。さらに、僕らの業界だとさ、オリンピックとバラエティ番組を一緒にしちゃいけないんだけど、こういうものを作ろうとした時にどうしようか、ってアイデアが膠着化しちゃう時あるじゃないですか、と言い、今回のように突拍子もないアイデアなどが飛び交うことが当たり前にあると指摘した。坂上は続けて、俺、バラエティで始めた時って、仕事とブスが大嫌いっていう触れ込みで出てた時があるんだよ、と自身の過去を振り返り。しかし、この発言について、その時、スタッフさんと話し合いながら、こっちの方向で言ってもらえませんか、っていうのが当たり前にあるわけじゃない、と暴露。坂上は、このスタッフの提案に、じゃあ背負いますよ、と快諾したと言い、その時代はそれが際立った、と明かしていた。かつて、バラエティ番組で、俺はとにかくブスが嫌い、ブスは家から出るな、と繰り返してきた坂上。ここに来ての釈明に、視聴者からは、スタッフのせいにするって言い訳がひどすぎる。自分の発言の責任すら負えないのか？あの当時だって、不快に思ったり、傷ついたりした人がたくさんいたことわかってない、という疑問や苦言が集まっていた。なんか言い訳じみてない。しかも、完全にスタッフのせいにしてるし。この坂上忍のブスは嫌い発言が、なぜネット上で再燃したのか。それは、森本会長の女性は話が長いが、マスコミによる切り抜き報道で問題になった時、坂上忍のブスは嫌いの方が、よっぽど女性蔑視発言だ、とネットで問題視されたことで、再燃したんだよね。そして今回、そんな再燃の火消しを図ろうとしたのか、今回のスタッフの提案だった発言。今頃そんなこと言われても、もう誰も信じないんじゃない？何せ坂上忍のブスは嫌い発言は、すでに多くの人に浸透してるし、坂上忍の日頃の行いも相まって、今頃、あれ違うんです、と弁明したところで、もう誰も信じないと思う。万が一それが、スタッフの提案だったとして、それを自分の発言のように振る舞った自身の責任だからね。いくら弁明しても、すでにそのイメージが浸透している以上、払拭はなかなか難しいんじゃないかな。とにかく坂上忍は、自身の過去の女性蔑視発言が大問題だったことを真摯に受け止め、言い訳なんかせず、男らしく背負って生きてください。何をどう頑張っても、過去の失言は消えないんだから。よろしくお願いします。